9月16日未明、台風ベビンカが中国の上海市に上陸し、この都市では70年以上ぶりに最も強力な台風として記録されました。ベビンカは最大風速 151kmh で、中国・上海市に午前7時30分ごろ上陸しました。この台風は、1949年の台風グロリア以来、上海に上陸した最も強力な台風です。また 今年中国国家気象センターは台風ベビンカに対して4段階の警告システムの中で最高レベルの赤色警報を発令しましたベビンカは今後数日間にわたって大雨をもたらし一部の地域では土砂崩れが発生する可能性があると予想されています 上海市はベビンカに対処するために、一部の鉄道サービスを停止し、市内の2つの空港で数百便のフライトをキャンセルしました。また、ディズニーリゾート、カナエ遊園地、上海野生動物園を含むリゾート施設が一時的に閉鎖され、多くのフェリーも運行を停止しました。 上海は通常、南部の中国に上陸する台風の直接の影響を受けることはほとんどありませんが、今回の台風は例外でした。CCTV 中国中央テレビは、現在、上海市内の40万人以上の住民が安全な場所に避難し、すべての船舶が特定の区域に集中していることを報じています。9月14日、中国水利省は上海、江蘇省、 石膏省安基省に洪水警報を発令しましたレビンカの影響でこれらの地域にある中小規模の河川の水位が警戒レベルを超える可能性があるとされていますレビンカが上海に上陸する前フィリピン中部と南部にも大きな影響を与え少なくとも6人が死亡し3万6 0 0人以上が家を失い1万3 0 0人が避難を余儀なくされましたまた このの台風は同国の鉄道やインフラに大きな被害をもたたらしましまベビンカは中国海南省に9月6日に上陸したスーパー台風ヤギの直後に発生しましたヤギとその影響により東南アジア各国特にベトナムラオスタイミャンマーで豪雨洪水地滑りが発生し人的および物的な被害をもたらしました 日本でも過去数ヶ月にわたって何度も報道があった通り中国では今年も記録的な豪雨が観測され各地で浸水や洪水といった水害が発生し国民生活に甚大な被害をもたらすことになりました中国では毎年洪水シーズンを迎えるたびに大規模な水害によって多くの犠牲と巨大な経済損失が生まれていますが結局は今年も同じ事態が繰り返されたわけです このような状況で毎年注目されるのが長江中流域に存在する世界最大級の三峡ダムに関する放流の状況であったり崩壊危機の声です2019年以降は特にそうした傾向に拍車がかかってきています。そしてもちろん現時点において三峡ダムは世界最大の多目的ダムとして不完全ではあるものの。 その役割を果たし続けていますまた三峡ダムが堤防の自重を利用して水圧に耐えるという重力式ダムであるという特性上近い将来に崩壊を迎えるということもそう簡単には起こらないだろうというのが通説ですしかしだからといって三峡ダムが決定的な欠陥を抱えていないのかといえばそれは全く別の話だということになります実は2009年に完成したこのダムには ダムの崩壊とは全く異なる極めて深刻な問題が発覚したことでそれらの悪影響を避けるために近い将来にダム自体を破壊すべきだという声が上がっているんですそこで今回はこれまでいろいろと話題になってきた三峡ダムに関してこのような視点から中国が過去数十年にわたって大幅な経済成長を続けてきた中で不動産市場などと同様に 極めて大きな役割を果たしてきたのが公共事業でした。中国の公共事業には常に汚職がつきまといそのことが国民の不満や反感を買う。要因になってきましたが政府支出によるインフラ整備が今日の中国経済を根幹から支えていることは間違いありません。また、中国の場合にはその国土条件から毎年のように大規模な水害が発生しており、 そうした浸水や洪水などの被害を最小化するための治水事業の一環としてダムの建造にも非常に巨額の資金がつぎ込まれてきましたダムというのは多くの場合政府が行うインフラ整備の中でも規模の大きなものでそうしたことから中国では治水と同時に政府の意向を示すという意味合いからもダムの建造が次々に進められてきたんですこのことは例えば 中国のダムとしてはおそらく世界で最も有名な三峡ダムを見ればすぐにでもわかるでしょう1993年に着工され2009年に完成した三峡ダムの包み町部の標高は海抜1 8 5メートルに達し貯水量は393億メートルを誇りますまた湖水面積は琵琶湖の1.5倍に及び湖長は東京姫路間の直線距離に相当 さらにはダム全体で 2000kW 以上の発電ができるなどまさに共産党政府にとっては自らの力を誇示するのにこれ以上ない巨大インフラとなっているんですしかしこの世界最大の多目的ダムはそのような意味では中国共産党にとって必要不可欠なものだったのだろうと思われますが日本のメディアでもたびたび報じられている通り 中長期的にはいくつかの深刻な問題を抱えていることが明らかになっています。例えば、そのうちの一つとして中国で以前からその危険性が指摘されていたのが、ダム内の堆積物の問題です三峡ダムが立地しているのは長江の中流域です。長江は言わずと知れたアジア最長の大河で中国では同河川が歴史上幾度となく、 大洪水を引き起こしてきたことからこの巨大ダムが長江の治水という大目標を掲げて同流域に建造されることになりました。ですのでそうした目的に照らして言えば長江中流域でのダムの建造は決して無理筋なものではなかったということになりますただそれはそれで十分に合理的な判断であったとして実は三峡ダムはその貯水池があまりにも巨大であることから 着工以前、あるいは建造の最中において2つの非常に大きな難点が存在することが指摘されてきました。それはつまり、三峡ダム周辺の地質の脆さとこのダムが3000万人以上の人口を誇る重慶市の下流に位置しているという事実ですまず1点目についてですが、通常、軟弱な地質を有する地域にダムを建造し貯水を行うと、 貯水池の斜面や周辺の地盤に水が浸透したりそれらが強大な水圧にさらされたりして地滑りや崖崩れが発生することになりますそのためダムを建造する場合には一般的にこのような事象を原因とする大差を避けるべく地質の強固な地域を選択するというのが定石になっており等の中国でも三峡ダムの建設予定地周辺が 軟弱な地質を有しているということは1993年の着工以前から専門家によって指摘されていました。ところが、当時のよう、将昆政権及び江田区民政権はそうした意見を黙殺し、一部の御用学者の意見にのみ耳を傾ける形でこの巨大ダムの建造にゴーサインを出したんです。そして、その結果はといえば心ある専門家が指摘していた通りのありさまで。 2020年時点での調査では約5000か所で地滑りや崖崩れが確認されておりそれらを原因とする大差によってダム内の複数の水門がせき止められるという事態が生まれているんですしかもこのことがより深刻なのはこうしたそもそもの立地条件に根ざす大差という問題が単にダム内の異常や障害に止まらずダムの周辺地域にも甚大な影響を及ぼすという部分です 貯水池へののの大差だけであれば中国の他のダムにににおいいてても日常的に起きている事象にすぎません。しかし、先ほど触れた通り三峡ダムは重慶市の下流に位置しており、このことが今お話しした点と絡んで極めて危険な現象を引き起こす原因になり得るんです。一般的にダムの建造に際しては貯水量の設定とは別に大差容量の設定を。 行うことが必要不可欠だとされています。大佐容量とは文字通り大差を貯蔵しておける限界量のことで、この容量を超えて、あまりにも多くの土砂などが貯水池内に流れ込んでしまうと、過小上昇と呼ばれる現象が発生することになります。過小上昇といるのは一言で言えば、河川などにおいて、砂や小石の流入が続くことによって、火傷の高さが上昇することを指大小の河川だけでなく。 ダムにおいても同様の事象が起こります。そしてそのことに関して何より重要なのが、過小の高さが上昇することによって河川やダムなどの水位までもが上昇するという事実です。では、これがなぜ重要なのかといえばこれはこの過小上昇に伴う水位の上昇によって、バックウォーターと呼ばれる現象が発生するためですバックウォーターというのは要するに。 下流の水位が上昇することによって上流の水が行き場を失って逆流してしまい河川の氾濫を引き起こすという現象なんですがまさに過小上昇に伴う水位の上昇がその主な要因になるわけなんですねつまり重慶市の下流に位置する三峡ダムにおいて大差が進行するということは巡り巡って長江の上流に位置する重慶市があまりにも巨大な水害のリスクに。 晒されることを意味すするわけなんですこれでは三峡ダムが言っているのは新たな水害の喪失だと言っても決して言い過ぎではないでしょうもちろん中国政府が三峡ダムの存在があだとなって水害が多発していると認めるはずはありませんが事実として三峡ダム建造部に重慶市では記録的な水害が相次いで発生しておりその度に中国国内ですら長江の水を逆流させている。 三峡ダムの堆積物は深刻でして2030年の段階で2020年時点の約2倍である約40億トンに達すると予想されていますので年を追うごとに長江上流の氾濫リスクはより巨大なものになりその被害もますます甚大さを増すことになると考えられます。 三峡ダムに関しては1993年の時点で当時の中国において最も有名な推理学者の一人であった決まり氏が、建設工事を行うこと自体が国家と国民に災いをもたらすことになります。もしそれを建設するならば最終的には爆破で取り除かれることになるでしょうと予言しており、最近もバックウォーターに伴う被害の激甚化を防ぐためにも。 なるべく早い段階でダム自体を破壊すべきだという意見が聞かれますが、現在及び将来のリスクを取り除くという意味では、このような選択が最も望ましいものなのかもしれません。ここ数年、三峡ダムに関してはいわゆる崩壊説が話題となっていますが、今、最も危ういポイントはそこではなかったんですね。このダムには、崩壊を免れ続けたとしてもその機能を果たし続けることによって発生する。 大問題が存在するわけですからどちらに転んでもお先真っ暗というわけです。言ってみれば、三峡ダムは汚職が横行しながら巨大な資金を投じて建造された割に、行くも地獄下がるも地獄の代物でむしろ初めから建造すべきでなかったとすら考えられる。施設なわけなんです。果たして、今後三峡ダムがどのような行く末をたどるのか引き続き、注目していきたいと思います。 皆さんはこの話についいてどう思いますか考えをコメント欄に残してくださいでは次のパートに進みましょう三菱マテリアルが岩手県八幡平市に圧っ地熱発電所を稼働させたことをご存知でしょうか地熱発電は日本に古くからあるクリーンな発電方法として知っている方も多いのではないかと思います地熱発電は地球内部の熱エネルギーを 利用して発電すする方法ですマクマヌルマ地下深部には高温の岩盤や温泉水が存在しこれらから取り出した熱を利用して水を蒸気化し地上機タービンを回して電力を生成します二酸化炭素の排出量が少なく環境への影響が少ないことが特徴で再生可能エネルギーとしてのポテンシャルも高く持続可能なエネルギー源として 今世界中で注目されていますこれからお見せする情報は情報技術好きな方だけでなく未来の発電の可能性に興味がある四季べての人にとって必見ですのでどうぞ最後までお楽しみください。日本は火山大国として知られその地理的特性は複数のプレートが交差する場所に位置していることに起因します。日本列島はユーラシアプレート北米プレート フィリピン海プレートおよび太平洋プレートが複雑に交差する場所にあります。これにより地震や火山活動が活発で数多くの火山が存在します。増長の発表を日本には111の活火山がありそのうち約50が常に噴火の兆候がないか岡山監視されています。世界に存在する活火山は約1500なので日本には世界の約7%もの。 多くの活火山が存在していることになります代表的な活火山としては富士山桜島阿蘇山浅ぎ山などがありますこれらの火山は観光地としても有名であり多くの観光客が訪れる一方で火山活動によるリスクも伴います特に火山噴火は災害を引き起こす可能性があり例えば2014年の御嶽山の噴火では 多くの登山者が犠牲となりました火山活動は災害の恐ろしい面だけでなく地熱エネルギーの利用という火山からの恵みもあります日本の地熱発電は火山活動によって生成された地熱エネルギーを利用しており再生可能エネルギー源としてのポテンシャルが高いです山川特に九州地方や東北地方にはメディポリス高地熱資源が多くあることから 多くの地熱発電所が設置されていま,すまた日本の火山地帯は温泉地としても知られており温泉は観光資源としてだけでなく地域経済にも大きな貢献をしています温泉地は全国に点在し多くの人々がリラックスや治療を目的に訪れます火山活動は日本の自然環境と文化に深く根ざしておりその恩恵とリスクを理解し 適切に管理すすることが求められます地震や火山噴火への対策を強化し地熱エネルギーや温泉資源を持続可能に活用することが日本の将来において重要ですこのように日本が火山大国であることはその地理的な特性からくるものであり多くの可能性が存在します地熱発電は地中深くから取り出した蒸気で直接タービンを回し 発電すする方法です地球内部の熱源を利用するため火力発電所とは異なり燃料を燃焼させることなく発電できます地球は深部に行くほど温度が高く深さ 3050km では約1000度とされており地熱発電では地球がボイラーの役割を果たします地熱発電の技術としては地熱地帯と呼ばれる地域のマグマだまりが 深さ数キロメートルに存在し地中に浸透した雨水などを加熱して地熱貯留層を形成することがありますこのような地域では地中の熱を直接エネルギー源として利用できますしかし地熱は特定の地域にしか存在せず技術的な制約もあるためすべての地域で利用できるわけではありません実際日本の地熱資源の近くには 温泉資源がが存在する場合が多く地元住民からは地熱開発が温泉資源に影響を及ぼすのではないかと心配する声が上がり反対運動につながったケースもありますまた地熱資源の約80%が国立公園などの自然公園内にあるとされており自然形態を崩してしまう可能性があることから開発ができない背景もありました 地熱発電は再生可能エネルギーであり、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出せずに電力を生成することができます。地熱は安定したエネルギー源であり、天候や気候の影響を受けにくいため、電力の安定供給に適しています。地熱エネルギーは発電以外にも、暖房や施設園芸、浴場用の熱などとしても広く活用されてきました。 日本は火山帯に位置しており、地熱を利用して安定したエネルギー供給が期待できる国の一つです。実際に戦後早期から、地熱発電は日本において重要なエネルギー源として注目されてきました。地熱発電は1919 19年、帝国海軍中将で、男爵の山内真俊春が大分県別府で地熱用噴気候の掘削に成功したことから、 始まりまりす。1925年東京伝統研究所長の立川平次がこれを引き継ぎ実験的な発電に成功しましたこの成功が日本での最初の地熱発電とされていますしかし出力が 1.12kW と微弱であったため地熱発電の実用化は山内の市もすぐに立ち消えとなりました実際に実用化された最初の地熱発電所は 1966年10月8日に岩手県八幡平市に建設された松川地熱発電所でした翌1967年には大分県九重町にある大竹発電所も運転を開始しこれらの発電所の稼働により地熱発電は日本国内で本格化しました現在主流の地熱発電の技術としてはフラッシュ発電バイナリー発電の2方式があります それぞれぞにについいてて簡単に見ていきましょうまず地熱流体を使用してタービンを回し直接的なエネルギーとして利用するのがフラッシュ方式です地熱貯留層にたまった蒸気を一旦セパレータに取り入れセカドへ高温の蒸気と熱水に分けます杭などへ蒸気はタービンの回転に利用され熱水は地熱貯留層に還元されます使用された蒸気は再度冷却され 地熱貯留層内の蒸気を冷やすのに再利用されますフラッシュ方式では高温の蒸気が必要となるため地下から 200C 以上の熱水を汲み上げられる地域で利用されます主流はセパレータによって一度だけ蒸気を取り出すシングルフラッシュ方式ですが蒸気を2回取り出し低圧の蒸気も利用するダブルフラッシュ方式もありますダブルフラッシュ方式は 出力を上げることができ八丁原発電所などで使用されていますまたニュージーランドにはトリプルフラッシュ方式の地熱発電所が存在します次にバイナリー発電は火力発電や原子力発電と同様に蒸気でタービンと呼ばれる回転式の原動機を動かす発電方式です地下から汲み上げた熱水や蒸気の熱を利用してソラポン 水よりも沸点の低い液体ペンプ作動媒体を沸騰させパンフその蒸気でタービンを回します代表的な作動媒体としてはアンモニア水やペンタン代替フロンなどがありますこの方式では地熱の熱を直接利用せずに作動媒体を通じて蒸気を生成しそれを用いて発電することでより効率的に地熱エネルギーを利用することができます 2023年4月時点で日本には出力が 1000kW 以上の地熱発電所が24箇所存在します。その内約7割がフラッシュ方式を採用しています。一方、バイナリー方式は地熱流体の温度が低くても発電可能なため中小規模の発電所で採用が増えています。最近のニュースでは岩手県八幡平市に 2024年3月1日、アッピ地熱発電所の営業運転が開始されました。これは、三菱マテリアル株式会社、三菱ガス化学株式会社、電源開発株式会社、アッピ地熱株式会社の4社が、出資して設立したものです。なんと、このアッピ地熱発電所は、標高1130メートルの高所に建設されました。 この高さだと標高0メートルの場所と比べて 7c 近く涼しい場所です。岩手県の地熱資源を活用し発電出力は1 4 9 0 0ットに達します。これは一般家庭約25,800世帯分の電力を供給できる規模です。岩手県で発電出力が1万キロワットを超える地熱発電所の稼働は実に28年ぶりのことです。 発電された電力の全量は、再生可能エネルギー固定価格買取制度、FIT を利用して社会に供給されます。三菱マテリアル株式会社、三菱ガス化学株式会社、電源開発株式会社の3社による、地熱発電共同事業で、これは秋田県湯沢市にある、わさび沢地熱発電所に続く、2カ所目のプロジェクトです。 地熱発電は天候や季節に左右されず安定的に電力を供給できるため再生可能エネルギーの中でも特に注目されています地熱エネルギーは地球内部の熱を利用するため化石燃料を使わずにクリーンな電力を生み出すことができますさらに2024年6月には九州電力の子会社宮殿未来エナジーが 鹿児島県霧島市に新しい地熱発電所霧島烏帽子岳バイナリー発電所を建設すると発表しました。この霧島烏帽子岳バイナリー発電所は1998年に調査位を採掘して地熱資源があることを確認し、国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構の地熱開発促進調査も行って調査を続けていました。 霧エボシ岳バイナリー発電所の年間の送電電力量は約3200万キロワット時に達します。これは一般家庭約1万世帯が1年間で消費する電力量に相当します。この規模の発電所は地域の電力供給に大きく貢献し再生可能エネルギーの普及にも寄与します。2024年9月に着工し2026年度末に 営業運転開始を予定していますこの2つの地熱発電のニュースは大きく取り上げられましたがそれだけ日本の地熱発電への熱量が高いことがうかがえますね日本はアメリカとインドネシアに次いで世界第3位の豊富な地熱エネルギー資源を持つ国です地熱発電を活用できるポテンシャルが非常に高い国ですが実際に導入されている地熱発電設備で 発電可能な電力は約 0.6GW にとどまっています。これは日本の地熱資源の豊富さを考えると0.2%と非常に少ない割合です。地熱エネルギーは火山活動が活発な地域で多く見られるため、日本の地理的条件は地熱発電に非常に適しています。火山帯に位置する日本には多くの温泉地や噴気口があり、 地熱資源の活用が期待されています。しかし、地熱発電の普及には、いくつかの課題が存在します。まず、地熱発電所の建設には、多大な初期投資が必要です。地熱資源を探査し、掘削し、発電所を建設するには、技術的にも経済的にも、高いハードルがあります。また、地熱発電所の建設は、環境保護や、温泉資源との調整が必要であり、 地域住民や自治体との協力が欠かせません。さらに、日本の地熱発電所は、多くの場合、国立公園や自然保護区内に位置していることが多いため、環境保護の観点から厳しい規制が課せられています。これにより、新規の地熱発電所の建設が難しくなっています。これらの課題を克服するためには、技術革新や政策支援が必要です。 例えば地熱発電の初期投資を軽減するための補助金や税制優遇措置の導入環境影響評価の簡素化地域住民との協力体制の強化などが考えられます実際これまで政府は国立公園内における地熱開発を認めていなかったものの近年はその方針を転換しており条件付きで認めるとの方針を決めています またバイナリー発電のような低温地熱資源を利用する技術の普及も重要ですバイナリー発電は低温の地熱資源でも発電が可能なためより多くの地域で地熱発電を導入することができます日本が持つ豊富な地熱資源を最大限に活用するためにはこれらの課題に対処し地熱発電の導入を積極的に進めることが求められます 将来的には地熱発電が日本の主要な再生可能エネルギーの一つとして位置づけられ持続可能なエネルギー供給に貢献することが期待されています2011年の東日本大震災以降原子力発電への反対運動もあり再生可能エネルギーへの需要と関心が高まっています太陽光発電が有名で風力や水力など 様々な方法がありますが時間や天候に左右されない安定的な発電方法として地熱発電はますます注目されていますその中で鍵になる大きな設備として東芝エネルギーシステムズ株式会社のジョー,ポーテーブル TM が挙げられます。採用することで発電設備すべてが 250m に収まった事例がありとてもコンパクトかつ高性能な設備です 従来の地熱発電設備よりも設置スペースが少なくて済むため限られた敷地にも設置可能ですまた短期間で据え付けと地熱資源を迅速に活用できる点が大きな特徴です実際に東芝が危機供給と工事の一部を担った湧いた地熱発電所では上方テーブル TM2MW が採用され高稼働率を誇っています 東芝エネルギーシステムズ株式会社東芝 ESS は東芝グループの現地法人である東芝フィリピン社と共同でフィリピンのエナジーディベロップメントコーポレーション EDC 社の特別目的会社 BAC マンジョーザーマルインク計画するフィリピンのルソン島南部のタナワン地区に権利を保有するタナワン地熱電所向けに地熱発電設備一式を受注しました。 このプロジェクトは2023年6月より現地納入を開始し2024年11月に運転開始予定です。このプロジェクトは環境省が実施する二国間クレジット制度 JCM 設備補助事業の資金支援事業の一環である設備補助事業のスキームを利用しています。この枠組みの下、水ず東芝リース株式会社が JCM 設備補助事業の代表事業者となり EDC 社の特別目的会社が排出量モニタリングを担当しますはいこのモニタリング結果を機にみずほ東芝リースが温室効果ガス GHG 排出削減量の算定および報告を行いますフィリピンでは地熱発電が積極的に推進されており再生可能エネルギーの中でも重要な位置を占めています 東芝 ESS はこれまでに13ユニットの地熱発電設備を納入しフィリピンの電力供給に貢献してきましたまたみずほ東芝リースは脱炭素社会実現への貢献をテーマに省エネ再エネ導入の支援に注力しています今後も両社は地熱発電を含むクリーンエネルギーの推進を通じて持続可能な社会の実現に貢献していく予定です 海外での開発や県を通してさらに技術革新が進み日本でも世界第3位の地熱資源量を存分に活用できる地熱発電所が増えるといいですねではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう外資のリゾートいらない太陽光風車より地熱頑張れ光格子時計やミオラフィを資源探査のサーとして使って地熱発電を効率的に開発しましょう 他にもメタンハイドレートや伊豆諸島の近郊やレアアースあとは海洋温度差発電やレーザー核融合や超小型原発です岩手の松尾温泉松なんとか言ってましたが着いたの夜中だから分からなかったけど朝発電所ありました宮城にもあります自然破壊する太陽光パネル風力発電は反対自然エネルギーの地熱発電は一つの選択 路湿原や阿蘇山に太陽光パネルが並び景観を悪くしている地熱発電の場合人里離れて景観問題はクリアか日本は火山国で多くの地震災害等が起きますしかし自然の美しさや温泉等もあり観光地として国内美海外からも多くの観光客が楽しみに来られますそんな地域ではない場所で地熱発電が行われていることは知りませんでした 日本は資源を外国に頼もている状況なので地熱発電で電気を多く作っていただければよい。コスト高で普及は無理です。太陽光や風力が低コスト化しています。昔からあるけど、きちんと稼働しているのかなメンテが大変なのも我々は知っている。地域発電のわずかな部分をまかない程度ならペイできないかもね。発生する熱量次第で、熱交換して使うから効率はさらに落ちる。 沸かし直して高温を得て蒸気化してタービン発電機を回す加熱するのに圧力をかける方法と周りから加熱して温度を上げる方法がありますがこれが大きいとペイはしませんね今海外で日本のニッチ製品が世界の産業を裏から支配していると大注目されています世界市場のトップシェアどころか市場を100%独占しているニッチな日本製品が数えきれないほど存在しているんです ニッチと聞くと小さな町工場で作られているような需要の少ない製品を思い浮かべるかもしれませんところがそんな製品が世界中の産業でなくてはならない部品として超重要な地位を占めているんです中にはなんと宇宙で活躍している製品もというわけで今回はそんなニッチ市場を支配する日本製品の数々をご紹介しますそれではいってみましょう ニッチという言葉を皆さんも聞いたことがあると思いますビジネス用語ではニッチ市場とも呼ばれますが具体的にはどんな意味を持つのでしょうかニッチとは特定のニーズに応える小規模な市場を指します大手企業が手を出しにくいような未開拓の市場とも言えますね実はこのような市場では中小企業やスタートアップ企業が活躍しやすい環境が整っているんです ただ、ニッチ市場は消費者との距離が近いため、その分、高度な要求にも対応する必要があります。ここで成功するためには、期待を決して裏切らず、信頼を積み続けないといけないんです。実際に、そうしたニッチな市場で信頼を積み上げ、その後大企業へと成長した例も多く見られます。例えば、世界的に有名なファスナーメーカー YK をご存知でしょうか YKK の売り上げはファスナーに家で年間約4,000億円世界市場のシェア40%を占める日本の大企業ですおおしかしその始まりは1934年に東京都日本橋区柿柄町で開業した小さな町工場だったんです当時服にはボタンが主流でファスナーという製品自体がニッチな市場を狙ったものでした そんな中、YKK は少しずつ信頼を積み重ね、今や日本の H2A クチケット用部品や NASA の宇宙飛行士が着用する宇宙服のファスナー部品を手がけるまでに成長しました。最先端の技術が求められる宇宙開発分野で活躍するというのは、まさに信頼と技術力の証と言えるでしょう。日本にはこのようにニッチな市場に特化し、世界で輝く企業がまだまだたくさんあります。 技術の進化が目まぐるしい今日この頃特に IoT や R の分野ではこれまでの常識を覆すような革新的な製品が次々と登場していますそんな世界の製造業を支えているのが実は日本のニッチな製品たちなんです皆さんは日本電産という企業をご存知でしょうか実は日本電産はモーターの製造で世界的に有名な会社 モーターといえばミニ四駆などで馴染みがあるかもしれませんが日本電産が得意とするのはパソコンのハードディスクドライブや CD ・ DVD プレイヤーで使われるスピンドルモーターこのスピンドルモーターで日本電産はなんと世界トップシェアを誇っているんです例えばあなたが好きな音楽や映画のディスクを楽しむ時その裏では日本電産のモーターがしっかりと働いてスムーズな再生を教えてくれています 普段、直接目にすることは少ないんですが非常に重要な役割を果たしているんですねさらに日本電産は自動車の電動化が進む中電動バワーステアリング用のモーターでも世界一のシェアを誇っていますこのモーターはハンドルを軽く回すためのサポートをしてくれるもので快適なドライブを陰で支えてくれているんです 普段は目に見えない部分で私たちの生活を豊かにしているまさに円の下の力持ちと言える存在なんですね。市場では日本電産のモーターは信頼性の高いリスクシステムにけつかせない部品だと高く評価されているそうです。日本のニッチな製造業は高い技術力で世界中のさまざまな製品を支えています。例えば次に紹介する TDK。 この会社はスマホや自動車などに使われる電子部品を製造しているんですが中でも特に強みを持っているのがセラミックコンデンサーと呼ばれる部品ですセラミックコンデンサーは電気を蓄えて放出することで電圧を安定させたりノイズを除去して必要な信号を取り出す役割を担っていますこれがなければスマホも車もスムーズに動かないと言っても過言じゃないほど重要な部品なんです TDK の車載用コンデンサーは世界市場の約4割を占めており自動車の伝送化が進む現代において欠かせない存在となっていますさらに TDK は多種多様な電子部品を提供していることから電子部品のデバートとも呼ばれています市場では電子部品で困ったら TDK に相談すると決できるという声もありかゆいところに手が届く商品ラインナップで知られています 今後もますますの活躍が期待できそうですよねさてここまで電子部品について紹介してきましたが他の分野にも目を向けてみましょうどんなに魅力的な商品でもパッケージが貧相だったり不便だったりすれば買う気がなくなってしまいますよね包んで価値を日々新たな心で想像しますこれは私たちが日常で見かける食品や日用品衣料品などのパッケージを手掛ける企業 シシーールルインターナショナョの企業理念です多くのパッケージを取り扱っているこの会社の代表的な技術の一つがシュリンクラベル熱を加えることで容器の形にぴったりとフィットするラベルです例えばペットボトルのラベル容器にしっかり密着しているのを見たことがあると思いますがそれもこのシュリンクラベルのおかげしかも実はこの技術富士シールが世界で初めて開発したものなんです どんな形状のものでも美しく包み込むラベルは世界中のメーカーから引っ張りだこ医療現場でもこのシュリンクラベル大活躍していて医療機器の管理が簡単になり医療ミスの防止にも役立っていると評価されています知らず知らずのうちに私たちの日常に深く関わっている技術なんですね日常生活でお世話になっている企業といえばもう一つ川上産業株式会社をご紹介しましょう 皆さんもネットショッピングで購入した商品を開けるときに緩衝材として入っているプチプチを見たことがありますよね。あのプチプチを作っているのが川上産業です。緩衝材の代名詞ともいえるこのプチプチは実は日本で独自に開発され同社が製造販売を行っています。現在もそのシェアは国内で60%を超えておりデリケートな商品を守る重要な役割を果たしています。 ププチプチの種種類類はなんと100種類以上、その使い道は非常に多岐にわたり中には驚くようなアイデアで利用されているケースもあるんです2010年南米チリで起きたサンホセ鉱山の崩落事故で33名の作業員が閉じ込められた際メンタルケアの一環としてプチプチのブッチンカットという専用商品が寄付されました鉱山に閉じ込められた人々が楽しそうにプチプチを潰している様子は 当時ニュースでも大きく取り上げられ記憶に残っている方も多いかもしれませんこのプチプチは精神的な安定をもたらし非常に喜ばれたそうですさらにプチプチはその軽さと柔軟性を生かし防災グッズとしても役立っています東日本大震災や熊本地震の際には被災地で床に敷いてマットにしたり寒さをしのぐために体に巻いたり寝袋としても活用されました またたくさんの独立した気泡が集まっている構造から宇宙で使用するソーラーパネルの素材としても研究が進められているんです普段の生活でよく見かけるプチプチが宇宙でも活躍するなんて驚きですよねさて宇宙といえば意外な食品が地球から旅立った例もありますそれがホテイフーズコーポレーションの焼き鳥缶詰ですこの焼き鳥缶詰 手軽に炭火焼きの美味しさが楽しめる商品として多くの日本人に愛されていますよね晩酌のお供として常備している方もなくないでしょう2022年11月このホテの焼き鳥缶詰がなんと宇宙飛行士たちの宇宙食に選ばれたんですしかも特別なボーナス食としてボーナス食というのは宇宙飛行士たちが通常の宇宙食とは別に。 個人的に選んでで持ちここととができるスペシャルメニューのこと過去にはラーメンやお餅、ようなどが日本人宇宙飛行士向けに選ばれてきましたが、補填の焼き鳥缶詰は海外の宇宙飛行士たちが選んだという点が特に注目されています。宇宙食用に作られた焼き鳥缶詰は、機内で汁が飛び散らないように少し粘度を高めたり、宇宙では味覚が鈍くなるため、味を濃いめに調整しているそうです。 でも、基本的には私たちがいつも楽しんでいる、ほての焼き鳥缶詰と変わらないとのこと。宇宙へ持ち込める物品には厳しい重量制限がありますが、その限られたスペースの中で、自国の味を楽しみたいと願う宇宙飛行士は多いはず。そんな中で、ほての焼き鳥缶詰が海外の宇宙飛行士に選ばれたことは、とてもうれしいニュースですよね。選ばれたのは、タレ味と柚子胡椒味の焼き鳥缶詰。 これは宇宙飛行士たちからも日本食が愛されている証と言えるでしょうさらに同じくボーナス食として口ってのキシリトールガムや福井県立若狭高等学校が開発したサバ醤油味付け缶詰なども宇宙へ運ばれました日本の人気商品は単に美味しいだけではなく宇宙食としてのニーズもしっかりと満たしているんですね そんな中、NASA からは日本の宇宙食提供に対して感謝状が贈られました。アメリカの宇宙飛行士たちからはミッション中に提供された日本食には深く感謝しています。これらの食事はクルーの健康と士気を保つために欠かせないもので、私たちの食生活をより豊かにしてくれましたとのメッセージが届いたそうです。日本の味が宇宙でも愛されているなんて、本当に誇らしいですね。 最後に世界で100%のシェアを誇る YSTEC 株式会社の超高熱対応バーコードヒートプルーフについてお話しします。普段、工場ではバーコードなどを使って生産工程を管理していますが、金属や陶磁器の製造現場では、これまで高温の影響で通常のバーコードラベルが使えませんでした。しかし、YSTEC が画期的な耐熱ラベル、ヒートブルーフを開発。 この問題を一挙に解決し、世界市場を独占したんです。開発のきっかけは20年前に遡ります。YSTEC の元へ、カダのアルミニウム精錬工場から 500C のアルミに直接ラベルを貼りたいという相談がありました。当時、そのようなラベルはなかったんですが、YSTEC は高熱対応ラベルの開発を決断。 貼り付け装置の自社開発まで多くの試行錯誤を重ねた結果ついに耐熱ラベルとその貼り付け装置を完成させました2004年 500C の高温でも使用可能な耐熱バーコードラベルと貼り付け装置が誕生このシステムにより生産工程だけでなく出荷管理まで一貫して行えるようになりミスのリスクも大幅に削減されましたさらに この耐熱ラベルには市販の熱転写プリンタを使ってバーコード情報を印刷できるので導入コストも抑えられますただし印字が消えないよう y s t e c 独自のインクリボンを使うのがポイントです y s t e c はその後も顧客のニーズに応え続けより高温に耐える製品やさまざまな素材に対応したラベルを開発しています今ではなんと1 2 0 0 c まで耐えられる製品もあるんです このような技術を持っているのは世界でも YSTEC だけ。トレーサビリティの重要性が高まる昨今この耐熱ラベルが世界36カ国で使われているのも納得ですね。次は世界で驚異的な人を続けているニッチな工具ムネジザウルスシリーズについてご紹介します。このネジザウルスなんと頭が潰れたり錆びついたネジでも簡単にグアインで外せるという優れもの。 ペンチのような形状をしていて2002年の発売以来なんと累計400万本も売り上げているんです普通工具が年間1万本売ればヒットと言われる中でこのネジザウルスは国内で年間30万本そして海外でも10万本物セールスを記録まさに桁違いのモンスター工具ですね主にアメリカヨークチッパ中国などで爆売れしていますそんな大ヒットを生み出したのは 株式会社社エンジニアの社長高崎光弘さんネジザウルスを日本のガラバゴス工具から世界に広げ、あらゆるネジの困りごとを解決するブランドに育てたと語っています。ネジザウルスは現在も進化を続けていて、初代モデルは鍋型の鍋ネジに対応していましたが、現在はネジ頭が低く外しにくいトラスネジにも対応した4代目ネジザウルス GT も発売中。さらに 波形のギア波を持つネジザウルス RX さらには水回りにも対応するモデルまでラインナップされています。アメリカ市場でも8種類の製品を展開し、2018年には約5万本を出荷。前年比で60%も売上が伸びており、特に自動車整備のプクチたちから高い評価を受けています。 潰れたネジや錆びついたネジ専用のペンチはネジザウルス以外に存在しないのでこちらの分野ではもちろんシェア100%今後もネジザウルスは世界のニッチな需要に応え続けていくことでしょうではこの逃げる一巣を見た人々の反応を見ていきましょうファスナーが重要な商品は YKK か必ず確認する寝袋とか財布とか YKK が見つからなければ買わない決断をすることもある 舐めてしまった六角ボルトを叩かずにあっさり回したネジザウルスモグラには度肝を抜かれた。日本の企業、すげえ、特殊な用途で使われる利なキムは用途が買えない限り成長するもの。需要をよく見極め企業化すべし、その中小企業を潰しにかかる岸田総理、特殊な用途で使われる便利なキムは用途が潰れない限り成長するもの。需要をよく見極め企業化すべし。 ネジザウルスは非常に優れた工具でしばしば愛用しています。でも、なぜネジが外れなくなったのかサビ、ネジクチック材、変形等、理由をきちんと把握していないと失敗することもあります。要因をしっかり特定してどおりな霜準備を行って使うと素晴らしい効果を発揮する工具です。モーターとセラミックコンデンサはメーカーがかなり多く、また分野。 用途が多岐にわたっているので一つのメーカーが市場の多くを占めているとは言い難いです。セラミックコンデンサなら村田も有名だね。あとは大手だと味の素の半導体向けバインダー樹脂はないと半導体が作れない。日本企業製の家電が減ったことで日本は衰退したとかいう人がいますが、一般消費者に見えない頃で重要な役割を果たす形にシフトしてきてるんですよね。セラミックコンデンサといえば、 ョセラや村田製作所というイメージだったんだけどシェアを調べたら1位は陶金だったんですね。日っミみが2位ですけど、日っミって電解コンデンサしか作ってないイメージで意外でした。この辺のメーカーは中小じゃないですねよ。あなたの視点から見た解説をぜひコメント欄で聞かせてくださいね。今回の内容が面白かったら、ぜひ、Like ボタンもお願いします。 チャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください。新しい動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。